ちしました。愛がかち割れるかと思いました。そしたら私の分の飯を用意するさ。死ぬほど忙しい思いしているときに何休憩し腐っとるんじゃ。うわっ、うわっ、いいさ。ほら、ウジ虫野郎、さっさと私の飯を用意しな。アンデスト。くむむむむむ。作れたら作れたら作りやがれ。そうせかさずとも、もうすぐできますので。げはい、出来上がりました。あー、なんかお腹いっぱいでやる気しないわね。そうですね、このままお昼寝したいです。
兄よ、うるさいわね。場の空気察しなさいよ。ねむねむデフ。ないことに決めたわ。そういうわけだから、あんたが馬車馬のごとく働くことを期待してあげるから。まゆまゆにも文句言いなさいよ。とんだ腰抜けね。だったらちゃんとしなさいよ。だいたい指導係でしょ。あんたの方が先輩でしょ。ほんと使えないわね。おはようございます。どうかなさいましたか。なんでもないさ。まゆまゆも行くわよ。はーい。彼氏、こんにちは。ねえねえ、これ。これでうまいことやっちゃってよ。
何がいいのか分かんなくってさ、いろいろ買ってきたんだけど。鈴宮さんって絵本好きなんでしょ？昨日そんな話になってさ。まあこれだけあればどれかヒットするんじゃない？私が出したわけじゃないしさ。ケンジかな。あ、ヒロシかも。頑張ってね。高幸くん、待ってたんだよ。だって、今日はね、お母さんが午前中に来ただけで、あかねも来ないんだもん。それで準備とかいろいろあるから。遅くなるんだって。何？これ。でも嬉しいな。
人の気持ちが伝わるのって嬉しくない？私、自分で何もできないでしょ。だから、人の気持ちってすごく嬉しいの。不思議。私ね、もうずっと長い間こうしているような気がするの。自分で言うのも変だけど、なんか悟っちゃったっていうか。毎日毎日同じことしてると時間の感じ方がおかしくなっちゃうのかな。ちょっと不思議な感じなんだ。ひどいよ。でも私退院できるのかな。でもね、先生はもうすぐ治るよって言ってくれたけど本当かな。自分の体がね、自分のものじゃないみたい。何かがおかしい。高雪くん？ごめんね。私、何言ってんだろう。ごめん。毎日お見舞いに来てくれる高雪くんにこんなこと言ったらダメだよね。せっかく元気づけてくれてるのに。うん、ごめん。お姉ちゃん。あ、あかね。どうしたの？お兄ちゃんもお姉ちゃんも。ごめんね、お姉ちゃん。遅れちゃって。ううん。茜こそ、明日大会でしょ？
大丈夫なの？もうお母さんと同じこと言う。私は大丈夫。びっくりした。ごめん。私、花変えてくるね。あら、なるみさん、どうかされましたか？天川さんでしたら、今日はお休みです。いえ、オフですから安心してください。これで何度目でしょうか。天川さんはどうしたんだって。天川さんがお休みだと、患者さんから文句を言われちゃうんです。天川さんの笑顔が皆さんの気持ちを救っているんですね。私も天川さんのような看護婦になりたいです。
何ポケポケポケっとしてるのさ。呼吸してるわよ。何ですと？さあ、フリーザーで涼んでるんじゃない？兄さん、ほらね。どうかなさいましたか？
まゆまゆを冷凍保存するつもりだったのよ、こいつ。そうだったんですか？寝ちゃった。